エルの世界は2004年1月18日から2009年3月8日までアメリカ合衆国のケーブルテレビ局ショータイムにて放送されたアメリカカナダ合作のテレビドラマ全70話日本でも CS 放送の FOXLIFE や l a a t v で放送されたまた2020年2月からビデオオンデマンドサイトの UNEXT にて日本5字幕版が 同年8月からフールーにて日本語字幕版、吹き替え版及び、続編ドラマ、L の世界ジェネレーション9が配信されている。本作は、アメリカ合衆国西部の大都市、ロサンゼルスを舞台に、レズビアンやバイセクシャルなどの女性たちの恋愛や人間模様を描いた群像劇である。アメリカのテレビドラマ史上初めて本格的に、レズビアンをメインにした作品であり、カミングアウト、 同性婚、養子縁組、性転換、乳がんなど実社会でも起こりうるリアルなテーマを扱っている。ロサンゼルスの LGBT コミュニティがベースであり、内容の大半は実話を元にしたもの。本作の放送以前は、ショータイムのオリジナルドラマは、最長でもシーズン5までしか制作されたことがなかったが、同局で初めてシーズン6まで制作された。 2006年にグラッドメディア賞最優秀ドラマシリーズ賞2009年には同賞の審査員特別賞を受賞エミー賞やサテライト賞にもノミネートされるなど高い評価を得たアメリカやカナダイギリスドイツ韓国イスラエルなど約50カ国で放送され日本ではフォックスライフにて2006年1月から2010年6月にかけて放送また ダラ TV でも2012年11月から放送された。日本版 DVD がリリースされた2008年には2月にベッド役のジェニファー・ビールスが6月にチェーン役のキャサリン・メイニヒがプロモーションのため来日。メイニヒが来日した際には空港に約1000人の女性ファンが集まるなど話題を集めた。本作の原案者、脚本家、監督、 プロデューサーの一人であるアイリーン・チェイケンを、はじめ、主要脚本家の10人中9人がレズビアンであり、映画、ゴーフィッシュで、ベルリン国際映画祭、テディ賞を受賞したローズ・トローシュや、グイネビア・ターナー、テディ賞シ,シー・ジェソル読者賞受賞作、恋のミニスカウエポン監督、脚本のアンジェラ・ロビンソンなど、クイア映像作品界で著名なクリエイターが、スタッフとして多数携わっている。 2019年12月8日、本作の10年後を描いた続編ドラマ、L の世界ジェネレーション9が同じくショータイムにて放送開始。シカゴ大学を卒業した新進作家のジェニーは恋人ティムが住むロサンゼルスのウェストハリウッドに引っ越し、同棲を始める。人口の3分の1がセクシャルマイノリティであるウェストハリウッドでは LGBT は珍しくなく、 ティムのン下にも、ベッドとティナという女性同士のカップルが暮らしていた。美術館のアートディレクターを務めるベッドと映画会社で働くティナは交際歴7年の恋人であり、子供を持つために、生酒ドナーを探しているという。ある日、ベッドとティナ主催のパーティーにジェニーとティムも招待され、ジェニーはそこでカフェ、プラネットのオーナーであるマリーナという女性に出会う。 文学好きという共通点も手伝って、距離を縮める二人。パーティーの途中、トイレで唐突にマリーナに唇を奪われたジェニーは、困惑しつつも、彼女を意識し始める。プラネットは、ベッドとティナの仲間たちが集っては近況を語り合う、たまり場でもあった。中性的なルックスで様々な女性と浮き名を流す、美容師のシェーン、バイセクシャルのジャーナリストでおしゃべり好きなアリス、 レズビアンであることを公表できずにいる恋に奥手なプロテニスプレイヤーでえな。当初は環境の変化に戸惑っていたジェニーだが個性的な彼女たちと交流するにつれて LA での生活に活路を見出す。ティームの婚約者でありながらマリーナの魅力に抗いきれないジェニーはある夜ついにマリーナと一線を越える。それは新たな世界の幕開けだった。本作の原案は 自身もレズビアンであるアイリーン・チェイケン、そしてミシェル・アボット、キャシー・グリーンバーグによるものである。1999年にチェイケンが初めて制作会社に本作の企画を持ち込み、1年後にクイアーズ・フォークといったショータイムのゲイドラマが高視聴率を取り始めていたため、本作の制作も指導。当初、本作のプロジェクト名はアースリングスであった。 1981年のジェン・チェンバーズのマイ・ブルー・ヘブンの中でザ・エルワードというフレーズが登場している。また、ダフニ・デューモーリエがエレン・ダブル・デーに送った手紙の中にも同じフレーズを見ることができる。後にタイトルがザ・エルワードに確定。この L とはレズビアンやラブの頭文字である。L の世界という放題はザ・エルワード・ザ・ワールドと転化したものとされる。 主要撮影はカナダブリティッシュコロンビア州バンクーバーのコーストマウンテンタウンフィルムスタジオにて行われた。シーズン1に登場する世界最大のレズビアンパーティーダイナショアウィークエンドに2006年度は過去最高の1万人以上の女性が世界各国から集結した。2008年3月本作のサウンドトラックを集めたコンピレーション CD がアメリカで発売。 ドラマの音楽作曲は EG がー,ー,ール音楽監督はナターシャ・デュプレイが務めた。作中にはベティ、ハート、ザ・オルガン、ゴールド・フラップ、ピーチズなどが登場する。チャートとは L の世界における登場人物間の肉体関係を体系化したネットワークグラフのこと。接点は個人を、枝は肉体関係を表しており。 全シーズンに通定するプロット要素でもある。もともとはアリスが自宅のホワイトボードとパソコン内に作成していた内輪の相関図だったが、後にアリス自身がインターネット上にアップロードし、シーズン4でアワーチャートという名のソーシャルネットワーキングサービスとして展開。登録者は自分自身のチャートを作成可能になり、レズビアンの自己紹介ウェブサイト化した。原則として、 関係解消後も接点と枝は残り続けるためアーカイブとしての役割が大きい。50人以上と関係を持った人物はハブと呼ばれ、作中ではハブの頂点としてパピが辞典としてシェー援が言及されている。作中でのアリスによるサイト立ち上げと同時にパラレルプロジェクトとして実社会でも o urchart.com という公式ウェブサイトが作成を呼び運営された。これは登録者が独自のプロフィールを作成でき、番組に関するブログを公開するサイトであり、シーズン4開始からシーズン6終了まで稼働。番組終了後にサイトは廃止され、ショータイムの公式ウェブサイトにリダイレクトされた。L の世界の全6シーズンを通して成立した主な関係を、 まとめたチャート。ピンク色の円はメインキャラクター。紫色の円はサブキャラクターおよびマイナーキャラクター。灰色の円は言及されただけで出演していないキャラクターを示す。対象者の女性が同性も恋愛対象かどうかを判断する際に、女性経験豊富なシェーンが対象者にアプローチし、対象者の反応を見て結果を判断するテストのこと。 シーズン1の第2は、彼女たちの決断で、デーナの片思いの相手、ララの性的思考を確かめるために、最終手段として用いられた。機内枠、シェーンテストは絶対。ゲート、レーダーを組み合わせた造語。セクシャルマイノリティ当事者が持つ、他者が、セクシャルマイノリティか否かを探知する、第六感的な能力を指す。個人的な判断基準に基づいているため、 必ずしも結果が正しいとは限らない。1980年代から実社会の LGBT の間で使用されている。異性と肉体関係を持ったことのない喫水のレズビアンを指す。部門の突起がないものはすべてドラマシリーズ部門。DVD 発売キャンペーンソングは、土屋アンナのシングル、コクーンのカップリング曲、U。2008年2月2日より、シーズン1の DVD レンタル開始。また、映画、あるスキャンダルの覚え書きのレンタル版、DVD 特典に、L の世界の第一話が特別収録されている。2008年7月、ショータイムの CEO である、マシュー・ブランクは、L の世界のエグゼクティブプロデューサーであるアイリーン・チェイケンの発案により、女子刑務所を舞台にした、L の世界のスピンオフドラマのパイロット版を撮影することを発表した。 ザ・ファームと名付けられた、このシリーズは、ファムケ、ヤンセン、メリッサレを、ローリー・メトカーフを主演に据え、2008年12月に、パイロット版エピソードを撮影した。しかし、2009年4月に、ショータイムは、ザ・ファームのシリーズ制作を取りやめ、企画は、実現に至らなかった。アイリーン・チェイケンが制作した、ザ・リアル・エルワードは、 2010年6月20日から2012年9月6日までショータイムにて放送されたリアリティ番組である。全27回。ロサンゼルスやニューヨーク州のブルックリンクに住む、実在する同性愛者の女性たちのコミュニティの私生活に焦点を当てている。ローレン・ラジン監督、アイリーン・チーケン制作のエルワード・ミッシッピー、ヘイト・ザ・エス・アイは2014年8月8日に、 ショータイムにて放送されたドキュメンタリー番組である。ミシシッピ州に住む、実在する LGBT の女性たちのコミュニティに焦点を当てており、2015年にグラッドメディア賞、最優秀ドキュメンタリー作品賞を受賞した。日本で年齢制限を受けた初めてのテレビドラマである。ありがとうございます。